これ、ちょっと歌ってみよう。分回っています。 FM ハロー、毎月第3金曜日のこの時間はラジオ親父の独り言を、毎回浜松の話題、最新情報や音楽にラジオ無線活用などの幅広い情報をお届けしていきます。今日も梅さんと一緒に進行していきます。はい、こんばんは。梅さん、タンタン、ジョーヤさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、します。なんか天気がね、天気が日の暮れるのが早くなったね。はい、そうそう、ね、この時間はもう7時半なんだよ ね、 ねもう猫も歩いてないもんね。いや歩いてるとみんなからすごい、はい、ごめんね、ツッコミどころ満載や。いや、浜松って都会だね。いやそうです、ね、まだ人歩いてるよ。当たり前や。あ、そうか。浜松駅前やで。浜松駅前や。そうや、はい、また今日も列が回ってないから、あとよろしくね、ジョーヤね。はいはい。え、今日なんかテーマとかある？今日ね、今日はね、あのゲスト今日いないしね、まあのんびりゆっくりやろうかなっていう形なんだけどね、今日実はね、浜松の知られてない観光スポットらしきところ、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 はい、らしきだね。知られてないし、らしきだし、知られてないとこ好きなんだね。何もわからない、でも実際って俺たちもね、タンタン、はい、どっか知らないところっていや、行ってないところはいっぱいありますね。ほとんど行ってないよね。ほとんど行ってない。ジョーヤ、ジョーヤは、はいはい、ああ、いや、ありますよ、いっぱいは。行ってないところ、行ってとか ありますよ、ありますよ。あとさ、もう一つはね、うん、あの浜松の、うん、美味しい食べ物だけれども食べたことがないけれども食べてみたい。難しいな今日は。絡むね、口がね。ほら、よくあるじゃない、うなぎパイの、あのうなぎボーンとかって、あの多分ね、浜松以外の人は知らないと思うんだけど、ね、骨、うん、そうそう、うなぎボーンね、ね、あれも美味しいのよね。美味しい、ポリ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 、シシシシシシはしないけどね。しないの、うん、であれもね、あの多分地方の方たちっていうか、うんうん、あ、我々が地方だけど、うん、あの東京とかさ、大阪とか中の人は多分うなぎボーンってスティービーレイボーンなのかって。違う、誰誰それ。ごめん、はい、で、いや、なおちゃん食べたことある？ありますよ、あの塩味。そうそうそう、塩味で、はい、パリパリしてて、酒の魚にぴったり、おつまみ、うん、つまみ系なんだよね。まあ、そういうもの、はい、そうですね、とかね、はい、もろもろ、そのそういうなんかこう浜松で良い評判は聞いてるんだけど、うん、ね、この近辺で、うん、行ったことねえなっていうところって、ね、そもそも行ったことねえから、あ、気づくことはないね。そうですよ、そのとおりでございますね。何を言ってるんだろう、さっきからね、はい、ジョヤ、なんかさ、知られてない観光スポットとか、知られてない観光スポット、例えばの話だけど、例えばスポットとか、スポット、はい、例えば、あのほら、観山寺に行って、観山寺のほら、あの観山寺、うん、温泉の観山寺、はいはいはい、あの浜名湖の、私よく存じております。よく存じてますか。よく存じておりますよ。と、はい、そこにあるさ、あの、うん、大仏あります、ね、大仏像あって、ね、はいはい、あれ大本性とか言うらしいんだけど、ね、うん、ちゃんと旧シートに書いてあるんだけど、書いてあるとか言うな。なんかあるわ。ないですね。ないでしょ、うん、ここだ、これだよ。あ、こういうこと、こういうこと。あ、そうなのね。なるほど。で、観山寺はその、はいはい、旅館とかホテルに行って、ね、なんかパルパル行って、うん、そうそう、みたいな。そう、パルパルね、大きい声で、はい、パルパルなんです、ね、パルパルのことをね、うちは息子にね、はい、ネズミランドと、うるさい、うるさいって言ってたら、幼稚園の先生がね、あのいつもね、あのね、梅本さん、
あ、言っちゃった。でもさ、あの息子さんいつもディズニーランド行ってるみたいですね。違うんですよ。本当はネズミランド。パルパルのことをネズミ、はいはい、まあいい話長いな。長いな。いいな、はい、いやそういうことよ結局 ね、 そういうことね。あの名前は聞いたことあるんだけど、うん、もう行ったことないっていうね、はいはい、うん、あのタンタンは行ったことある？観山寺、ありますよもちろん。あ、そう、もちろん、あそこお金払わないでいいんだよね。あそこね、ダメダメダメ、お金払うよ、払うよ、うん、きっちり、はいはい、入場料あるの？あそこありますよね。そんな顔して言う、そう、じゃなくて知らなんだ。いやそうあとさ、はい、上野に関わっていくとさ、ですか、あの大草山ロープウェイからじゃあ、 ありますね、パルパルから、うん、ネズミランドから登ってるの、ネズミランドじゃないよ、パルパルに登っていくとさ、はい、あの大草山の上にロープ、はい、ロープウェイの基地が、基地じゃない、駅舎あの中に、はい、なんと、うん、オルゴールミュージアムがありますね。はい、タンタン知ってる？知りません。知らないんかい。いやあのね、はい、私もね、うん、あの一回だけ行ったんだけどね、すごい、あ、そう、そうそうそう、あの何百万何千万っていうオルゴールが置いてあるのよ。そう、ね、そうよ。でそれはね、博物館で、はいはい、あのいいとこですよね。行ったことある、はい、あります。なんかね、多分自分のオルゴール作れるので、うん、そうなんですよ。あ、そう、そう思ったことがありますね。体験がありますね。素晴らしいよ、はい、まあでもあれだね、そういうところよ、うん、結局、はい、浜松でいろいろあるけども、うん、よく考えたら行ったことないなっていうところ ね、 ありますね、はい、そういうところでね、うん、なんかネタが欲しいなって思ってるんだけども、はい、まあ、他にもさ、いろいろあるじゃない、あの、はい、たくさんの展望台、たくさん展望台で、あそこはあの、うん、普通の人が見えないものが出るらしい。おいおい、あったね、あったね、あのね、あの行ってるしいるからね。そう、あのね、あ、そうか、そう、いや、いやそれ、そう、いや俺もそっち興味あるの。いや、あるかいあるかい、いや見えないものが見えるってことでしょ。そう、愛じゃない。そうなんだ。あ、何を言ったんだ、あなた。あなたたちよくわからない私。いや、そういうとこよ。たくさん展望台ってね、実を言うとね、あそこに登っていただけるとっていう場所がよくわかんない、うん、滝沢はわかんないでしょ、はいはいはい、宮古田があって、うん、宮古田の工業団地あるじゃない、はい、あのあとなんだっけ、あのフルーツパーク、はいはいはい、あの上の方なの、うん、なるほどね、あの風車があるね、山の上にね、あの風力発電の、あ、そこなんだけどね、あそこ実を言うとね、日本、あ、浜松の方で言うと一番人気なのはね、うん、実はね、あの、まあ、ブラジルから来て、来られてる方たちとかが、うん、はい、もう土曜日の夜とかになったらもう夜中までいっぱいのあそこ、あ、そう、そう、で交通整理が出るぐらいの間、そう、そのぐらいね、あのそういうホットスポットっていうか ね、 ううね、だからあの、ね、僕たちもね、うん、まあ、無線やってるじゃない、はいはい、ね、無線やってるもんで、あそこでね、うん、電波出したりすると、はい、遠くまで飛んでくみたいでね、そうですね、移動距離も考えられる、すごいあるよね、うん、まで全部見えるし ね、 ね、はい、まあそういうところのがあるんだけど、他に何かなんかないかね、あの展望台、先の高さ展望台もあるだろうし、うん、あともう一つね、はい、寸座の山のね、はい、寸座の上にね、はい、あそこちゃんと立派なね、うん、奥浜名湖展望公園っていうのがあるの、うん、知らないでしょ、うん、知れません、知らない ね、はい、そうね、でもここもね、うん、見晴らしいしね、車で上まで登れるんですよ、ね、無料なんですね、ここもね、うん、タンタンは無料にすごく反応するよね、当たり前じゃないですか、食いつくね、そ、無料、無料ですから無料ですよ、なんか言うのかと思って、ね、それはもう、うんうん、もう無料なら何でも分かった、分かった、はいはい、無料ね、はい、じゃあもう一つ、はい、うん、あのね、うん、浜松ね、航空自衛隊ね、航空自衛隊ヤパーク、ヤパークね、無料なんですね、うん、無料ね、はい、そうね、それさ、うん、あの私実は行ったことないの、うん、あれあの南基地のね、そうですね、横にあるよね、あの操縦、まあ、うん、ちょっと、うん、あの本物ではないですけれども、うん、飛行機でシミュレーションできたりするので、あ、その飛行シミュレーターみたいな、飛行機の中にいるような感覚でできたりもして楽しいですね、一日で折れるとかね、そうね、まあ、乗ったことあるの、いや、ありますよ、ある 2回ぐらい行ってるかな、うん、で無料なんでね、行きますよ、うん、タンタン無料だけど行ったことないんだね、行ったことないなんでやねん、行きます無料、そんだけやっといてなんでやねん行きます無料、いや、あとさ、まあ今、まあ、あまりお金がかからないかからないって言ってもあれなんだけどもね、浜松の人でも行ったことないとこいっぱいあるよね、ありますね、例えばね、アクトタワー、はい、アクトタワー、アクトタワーの展望台行ったことある、あ、
あの FM ハルのスタジオがありまして、実はそこから番組とかやってるので、あるじゃん宣伝させていただいたんですかね、今ね FM ハルのスタジオがあります。いや、それとね、おいとつね、誰それ誰かつね、アンテナがかかってんだよ。そうですよね、アンテナが、あの FM から出てるんですよね、ばっから電波がね。そうです、飛んでます、ね、だからあの本当にね、あの金井の方まで電波飛んでいってるしね、うん、それから、ね、何、こっちあの西の方はね、うん、豊橋岡崎まで電波飛んでいってるんですよね。素晴らしい、はい、岡崎の皆様、うん、こんにちは、聞こえますか、はい、ハローハロー、ね金井の方まで聞こえますしね、はい、はい、そのね、上田がさ、あの何、僕がこれ立って何年経つか知らないけど、なんか、うん、なんか思い出かなんかんじゃない。ここね、アクトはですね、そう、展望回廊をね、さっき今言った、うんうんうん、そうそう、若い頃ですね、私ね、1995年にそれ何階にあんねん、一番上、屋上、うん、屋上じゃない、屋上アンテナがあるってあなた言ったじゃない。そうだ、ちょっとガラス張りになっていて、そうそう、回廊になってて見えるんですよ、ぐるっと、はいはいはい、回れるようになって、でまあそうよ、で1995年なんですよ、私よく覚えてるの、1995年、そう覚えてるの、そう、この年に私アマチュア無線の免許を取りました、はい、で、翌年ぐらいにね、アクトに行って、うん、で展望回路、うん、すごいな、うん、初めてね、アクトタワーが上がった上の方まで、うん、これは無料じゃないです、うん、まあそれいいや、はい、で、まあまあまあ、上行きましてね、うん、でまあその当時ね、なのでまあ四半世紀前の話なんでね、うん、まあ、今は電波出し どの子にちょっと何か規制があるかもしれないですけど、私、うん、そこでハンディギー持ってってね、自分開局した、ね、そう、第一通信記録ですよ。ほうほう、で昔はあれがないですから、携帯電話みたいなってないから、ね、ポケベル全盛期でしたからね、あってもアナログのね、糸電話ぐらいしか、糸電話じゃないって言ってるでしょ、さっきから、ね、だからそれがね、はいはい、うん、それを使ってですね、アマチュア無線で CQ 出して、あ、そ、あの上から、そう、上から、あれ高さね、200メーターあるんだよね、230メーターぐらいじゃないかな、だから飛ぶよね、飛ぶこれはすごいです、ね、た5ワットでね、うん、で、まあ、知り合いの方が東名走っててずっと、うん、で東名高速をね、はい、で、うん、西から東が走ってる最中に、うんうん、つながったですよ、なので59でね、お互いにね、なるほど、懐かしいですねっつって、59って何よ、あ、すいません、 お酒のこと、いや違います、はい、それは電波のシグナル強さね、うん、非常に強い、その無線機は村木無線で買ったんだろう、当たり前じゃないですか、そうなんだ、ね、村木無線さんで一番初めに買ったやつですよ、はい、素晴らしい、という思い出話でございました。了解、まあ他にもね、はい、それこそ僕もそうだけど、アクト目の前みんな知ってるんだけど、はい、登ったことないよってあるね、うん、あともう一つはね、うん、私天浜松の天守閣も登ったことないの、ね、そうなん、あそこさ、うん、実はねちょっと調べたんだけど、うん、70歳からね、うん、無料なんだよ、うん、そうなんですね、私割またお金が必要なんだよ、あ、そうだ、若いんですね、じゃあね、まだ69なんだよ、なおちゃんあと40年ぐらいね、先だもんね、はい、だからね、そういうところ浜松でね、まあ今日ちょっと前半の話題がそっちになっちゃったけどもね、はいはい、そういう風な浜松に住んでてもあそこ行ったことないね、うん、いろいろね、うん、深く掘っていくとね、あと楽器博物館、あ、そうですね、いいですね、あそこは行ったことありますよ、で、上田結構ないっていうのが多いんだけど、今日は、ね、あるね、珍しいね、話題が話題だけに ね、あるね、あとね、もう一つだけね、うん、また時間 OK だね、うん、うちのスポンサーさんのこのね、ラジオ親父の独り言のスポンサーさんのね、富田ピアノさん、富田ピアノさん、はい、僕ね、一度ね、一、二度遊び行ったんだけども、はい、何がすごいかって言ったらね、うん、なんとね、オーケストラ用のグランドピアノがある、コンサートピアノ、長い、はいはいはい、うん、コンサートピアノ、コンサートフルコンってやつね、フルコンあれが置いてあったりね、で、あそこはもともと富田さんは、うん、ピアノを直したり、うん、ドクターのね、うん、ピアノ屋さんだから、はい、でね、あとそういうピアノもあるし、うん、ショートカット、ね、ショートなアップライトみたいなピアノもあるしね、うん、はいはいはい、それがね、無料って言い方はちょっとおかしいね、100万足りないわ、足りないわ、
だってさ、あれフルコンってさ、何千万もするのよ。丸が一つ足りない。丸が足りないな。まあだけどね、展示を見ることができるっていう。展示を見ることができる。それとやっぱりいろんなピアノがね、あそこで再生されてるんで、修理されたりしてるんでね、そういうのも見に行けるねっていうとこなんですね。はいはいはい。じゃあそろそろ1曲、そうだ、ね、ね、リクエストがあるみたいなんで、はいはい、今日もリクエストがありました。そう、リクエストね、袋井市の優子さんからいただいていて、はい、曲はやっぱり女優さんから、女優さんからいただきました。それじゃあ、はい、早速ドリームズカムトゥルーで大阪ラバー。ちょっと時間の関係で、はいはいはい、いい、どうしたどうした。今日ね、ダラダラやろうと思ったんだよ。よし、OK。その後は、絶対やめていけないのはモンタンさん。そう、モンタンさんだね。のライブイベントの話です。そうだね。あと13分だよね。そうです。よし、OK。 で、曲レジットもね、読んでいけない。どうしよう、モンタンの自分から紹介する？モンタンのね、モンタルさんのね、これ言える？言わなければ答えてる。私言うは言えますけど。言える？ただのじゃ、ただのじゃありませんか。じゃあ読み上げる。読み上げるか。じゃあ、もしかして絶対やっていけないから、この後このモンタルさんの話やる。これだ、これだ、ちょっと。待ってるや。他はどうでもいいから。で、まあ、ライブの話もやる。そうだね。であと時間あれば、なんか他にもぐちゃぐちゃ。ぐちゃぐちゃあるんですよ。ぐちゃぐちゃあるんですよ。ぐちゃぐちゃ書いてある。これね、俺実はさ、大腸炎じゃないけどな、肺炎でね、調子悪かったから、原稿ゆるぎに書いちゃった。いい歌だね。これフルに流すし、そうすると、いや、全部これなんか逆で喋りたいことってあります？ない。ない、かけちゃっていいよ。じゃあかけちゃおう。休憩休憩、いいね。では30秒怖い、2730です。じゃあ27分、こんな感じでやってますか。5730マイクかぶりついていいからね。ちなみに予定としては、この後モンターニュさんの話と、あと音楽関係のイベントで、まあ、それででも終わるのかなみたいな。テリトリー回してくれたら、もう勝手に流す、はい。お送りしたのはドリームスカムトゥルーで大阪ラバーでした。ラジオ親父の独り言、この番組は村木無線、モンターニュ、一生整骨院、富田ピアノ、井村印刷、アットホーム文化寺子屋、春夏亭、以上各社の提供でお送りしています。さあ後半に入りましたけれども、今スポンサーさんのお名前で読み上げさせていただいたモンターニュさんね、浜松市のモンターニュさんが10月の19日って明日ですよ。明日からね、ハロウィーンイベントを開催するということなので、ね、まあ、どんなイベントか私の方からご紹介します。はい、なおちゃんから紹介してください。はい、明日から10月31日までの期間で2000円お買い上げで、ガラポンが1回弾ける企画が行われるということです。ガラポンってこのぐるぐる回すやつだよね。そうですね、うん、で、からくじはないんだって。ない、そう、何かが当たり、太っ腹だね。素晴らしいね。で、残念賞でも3枚入りラスクがもらえます。で、3等が焼き菓子詰め合わせ、うん、2等がプレーンラスク10枚入り、いいです。で、1等が
なんとミックスラスク20枚。素晴らしい。どっかに売りに行っちゃおうかな。ぜひ皆さんも明日からのハロウィーンイベント、モンタージュさんに、ね、足を運んでいただきたいと思います。これ期間長いね。10月までやってますので、1杯までやらせて、ね、いただけるということで、うん、ありがたい。この機会にいっぱい買っとくといいかも。そうですね、結構日持ちもするし。そうこれね、なおちゃんね、お酒のつまみになるのよ、はい、じゃあ今度持ってきてください。クリスマスプレゼントラスクでもいいです、ね、早すぎるだろ。じゃあラスクだったらちょっとモンタリーね、ちょっといっぱい買いに行こうか。そうですね、ちょっと早いけど、バレンタインはじゃあラスクいいですか。それチョコレートのラスクバルかもしれないね。ありますね、お菓子ね、あれも美味しいかも。美味しいからね、行ってみたいですね。さあ、そして皆さん音楽やってるので、そう、あ、そうなのよ、ここでちょっと告知とかあるんじゃないですか。そうなのよ、あのね、実はね、はい、音楽のイベントとしましてですね、来週の日曜日、来週の日曜日の、まあ、夕方からなんですけど、うん、まあ、夜の11時ぐらいまでなんですけどね、千歳にございますね、千歳町にあります大々っていうライブハウスがあります、はい、でそちらの方でね、まあ、生バンドがですね、まあ、生バンドっていうかね、がライブで10バンドほど、うん、今現在で10バンドほど出るということで、うん、実は、はい、実は、うん、実は実は、ね、実はです、これは実はですね、はい、ハムハムがね、我々このタンタン、ジョーヤ、梅さん、うん、あと3人おりますけどね、うん、これは実はね、ゴールデンタイムに出演と決まりました、うん、ありがとうございます。ゴールデンタイムって何時頃なんですか。7時なんです ね、 ですね、一番のメインなんですよ、はい、だから7時から8時の間ぐらいで、うんうん、30分、約5曲か6曲か10曲か、そんなにやれないから、今5曲だっけ、4曲か5曲かな、ね、そんな感じでやりますので、うん、ぜひね、はい、あの皆さん、あのぜひ冷やかしにね、そうですね、何系の音楽を披露してくれる。ブルースだ、ブルース、いや、ブルースロックね、そうですね、ブルースロックもやるんだけども、まあ、曲としてはですね、聞いたこと皆さんが大体知ってるような曲を、耳なじみのある曲、うん、そうそうですね、あ、3つぐらい、うん、テレビコマーシャルでやってるようなロック系のやつがあるのととかいろいろやってまして、はい、だそんな感じで、はい、そうです、入場料、入場料っていうのが今設定されてないんだけど、多分1000円ぐらいじゃないかなっていうところで、中でね、ドリンクも出ますし、まあ、食べることもできるんだね、大体さんだから、まあ、お食事そうそう飲んだりするお店ですよね、そうそう、昔からありますよね、そうそう、もうね、30年近く、30年ぐらい、ね、営業されてる、美味しいですよね、ご飯系もね、まあ、浜松のね、あの生バンドね、登竜門でもあるかなっていう店なんでね、あの、まあ、我々はね、まあ、ジジイなんで、あの、あんまり登竜門はどうでもいい感じなんだけどね、はい、いやいやいや、そんな感じでね、あの、はい、やりますのでよろしくお願いします、はい、それからね、浜松ラジオクラブの方で、サイクリング自転車のね、そうですね、集まりがありまして、先週ね、なんとね、はい、10組ね、10名さん参加されまして、ね、それこそだけど、うん、ほら南の方の、ね、放送の NHK のタワーから、はい、からずっとなんだっけ、浜松、さっき言ったエアパークまで、はいはいはい、行かれたんだよね、なんですよ、素晴らしいです、はい、ね、でまたね、11月もまた帰国するということなので、はい、まあ、健康のね、ね、秋もね、はい、いろいろ運動にもいいと思いますんでね、はい、でこれの今主催やってるのがうちの浜松ラジオクラブの岡本さん、はい、JR2 FQK さんがやってらっしゃいまして、はい、彼からもですね、皆さんありがとうございましたと、無事に安全に企画がね、行いましたということ で、ね、お礼の、はい、皆さん言ってくださいということでありましたんで、これはなんかその無線とかやられてる方しか参加できない、うん、いやいや、そうじゃないね、これ、うん、タンタンどうなの、内容、どんな方が参加資格、あ、もうどなたでも自転車乗れる方ならばもう誰でも OK でございます、子供からおじいさんまで、でも結構距離があるとなると体力的に大丈夫なんですよ、大丈夫、そういう誰でも行けるようなスピードっていうか、で行ってますので大丈夫です。タンタン参加したことあるんだよね、ありますよ、うん、私はね、うん、残念ながらね、いやね、もうね、でも10回以上もやってますね、素晴らしいですね、本当に、雨の時はどうするんですか。雨は、まあまあ、延期したりとか中止したりとかしてますけどね、無理のないところで楽しむということです、ジョーヤはどうなの、
私に振る、うん、上山って大体そういうのだったら参加する気がないんだよね。ないないですか。岡本ちゃん聞いてる？最低だね彼は。うるさいわ。まあまあでもね、僕もね自転車はもうね用意してあるんです。2年前から。用意してあるかい、2年前からね。人のこと言えないでしょ。言えないね。どうも忙しくてね、土建か高建かせんといかんだけどね、うん、あ、まあこれはあの途中でね、うん、あのちょっと疲れたらもうリタイアしていただいても結構ですし、そうですね、うん、そういうあれですから、うん、あんまりそう、ゴール策、ね、最後まで走ってこいよって。いや、それはないです。ないですか。すぐ逃げちゃうからね。すぐどっかなんかビールの釜見たりするとね、そっちバーって行っちゃうかもしれない、ね。なるほどね。自転車でも今飲んじゃいけないんです。そうだそうだ。今昔からそうなんですけれども、はい、お酒を飲んで、ね、自転車も乗ってはいけないので、ね、まあしっかりね、そのあたりはノンアルで楽しんでいただいて。あれ、なおちゃんは自転車か乗んの？乗ることできると思います。できると思います。いや、ここ何年も乗ってなくて、私自分の足でどこでも走っていってしまうっていうのもあるので。そういえばね、そういえばね、大きい声で言えないんだけど、なおちゃん銀賞おめでとうございます。あの下関で、下関でね、そう、下の、それも下関よ。うちのあれよ、実家よ。知らなかったけど、梅さんって唐戸市場、唐戸市場の、あの仕切ってるのがうちと思ったらいいよ。いや、私行ってきたんですよ。下関駅から歩いて30分ぐらいで行けるところに、行けるね、素晴らしい漁港と市場があって、海峡メッセってあったじゃん、水族館もあったでしょ、ここに。あ、あった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 。あとあの観覧車があった、ありました、ありました、ね、はい。あそこか、あの、あそこでビール飲むと最高なんだよね。ヒレ酒。ヒレ酒食べた。フグ食べたの？もちろん食べました。あの1000円ぐらいでフグ刺しが1、2枚で食べれたり。結構ね、リーズムな、ね、料金だよね。そうそう、あとの瓦そばっていう屋根瓦の上にお蕎麦を焼く感じで、で、錦糸卵と牛肉が乗って、で、その錦糸卵とあのお蕎麦が焼かれてパリパリになってくるの。あの蕎麦がね、茶蕎麦なんだよ。そう、ね、美味しかったね。あれね、いいですね。あの本当はあの下関の奥に、ね、川棚って温泉があって、そこが発祥のとこでね、はい、そこがあの元祖あの瓦そばってあるんだけどね、はいはいはい、何か知らないけど、さっきね、海渡った時、文字川でもやってるね。文字で、あの下関だったことがね。いやいや、これは浜松 の、 あのこれ行ってみたい食べたいの話じゃないんだけど、ぜひね。はい、そうですね。じゃあみんなで下関行こうか。話変わっとるやん。まあでも本当、旅っていいなって思ったの で、 で、あと旅をすることによって浜松も逆に美味しいものとかいいところがたくさんあるってことも気づいたので、はいはい、下関はね、実はね、うなぎあんまり食べないんだよ。あ、そうなの。アナゴ。あ、そうか、メニューに確かにアナゴがあったけど、アナゴだったと思うんだよね。アナゴの刺身も食べるんだけどね。そうなんですね。いや、なおちゃんさ、銀賞さ、はい、今度は次どこで今度はどこで出る、どこに。次はあの、私浜松で金メダルをもらってるので、うん、ブラちゃんみたいな金メダルの人だけ集まる大会が12月21、22に品川でありまして、品川ね。そこでこう、あのブラちゃんにチャレンジしてこようかなと思いますので、はい、品川に来ていただきたいと思います。はい、ラジオ親父の独り言。この番組はアマチュア無線の専門店、村木無線、浜松宮城に浜松ラスクモンターニュ、ピアノのことなら何でもお任せ、ピアノドクター富田ピアノ、20分の姿勢矯正で驚くほど楽になる一生性骨院、即日印刷の井村印刷、パソコン音楽教室のアットホーム文化寺子屋、浜松一番の旬鮮な旬をお出しする旬家庭、浜松ラジオクラブ JJ2YWC 協力、以上各社の提供でお送りしました。まあ、下関も美味しかったけれども、旬家庭さん、旬家庭ね、魚介類浜松で食べるんだったら、からね、ここで私は海さんにご馳走になった。今から実は旬家庭行くんだよ。そうなんですか。アワビが美味しかった、ね、アワビがいいね。旬家庭さんの魚介、お刺身の盛り合わせとか、とっても美味しかった、ね。まあ、でも浜松さんもっといろんな食材があるからね。そうですね。うなぎからもうね、そうそう、お肉から全然三日火球もあるし、いろいろあるね。本当にね、美味しく今後も過ごしていきたいと、はい、俺たち忘年会やんない？じゃあまた計画しましょう。しましょう。いいですね。はい。さあ、ではまた来月も第3金曜日この時間にお会いしたいと思います。今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来月お願いします。バイバイ。ありがとうございました。お疲れ様です。
録画って書いてあるね、大丈夫ね、録画って書いてあるありがとうね。じゃあ下関体育館だったら下関がそのあの何やるタワーの下で下関市民会館ってところが、おーおーおーレトロな感じの大きいところですよ ね、 ね、うちの家来りゃね、いくらでよと思ってやったら、でもなんとか、なんとか、大都市神社、え、あ、亀山神社、あ、亀山神社、何回が亀山神社、亀山神社の前も通りました。通ったの、あの裏っていうか、うちね、あそこ下関三軒ぐらいやるんだよ。へへへ、もともと旅館だから。あ、そうか、で、今度連れ込んでやる、行くぞ、写真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 、そうだ、そうだ、今日本当に自分で行くんだよ。さんだってね、スポンサーさんだから行っとかないよ。そうね、いいな、あ、はい、後ろ入りますね、縦じゃんね、縦で、よし、ちょっと、ちょっとこう中腰いけますか、中腰、こう、あ、こういう感じ、そうそうそう、よし、じゃあ行きます、口角かい、これ、じゃあ、 いい顔してくださいね。はい、チーズ。パシャ。オッケーです。はい、ありがとう。よし、いいね。忘れ物ないね。よし、ありがとうございました。ありがとうございました。